こんばんは、YouTuber のかぐわです。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。うん、おお、お疲れお疲れ。うんうんうん。で、うん、あ、そう、でもスケジュールがさ、やっぱり変わっちゃうっていうのはまあまあまあよくあることだからさ、そこはちょっと、まあまあ抑えてよ。うん、何、今度の冬休みまでに講座を、歩行を増やさなくちゃいけない。あ、そうなんだ。まあでも本当迫ってきたよな、年末がな。うん、だいぶ涼しくなったけど、とりあえずその体調だけはな、気をつけてな。うん、で俺はね、今日ちょっと YouTube に関するニュースがあったんで、そのちょっと話をしようかな。かぐわ飯。この番組は YouTuber であるかぐわが YouTube 周りの話題やニュース、動画制作の裏話をゆるりとお話しするラジオ番組です。全23アプリで月曜から土曜まで毎日配信中です。ぜひお好みのアプリでいいね、登録、フォローよろしくお願いします。 iPhone の人は Apple Podcast で登録すると Hey Siri、 かぐわ飯を再生してで聞けるぞはい、おお、なんだなんだ、何が反応した？あ、これかこれかこれか、この iPhone だこの iPhone が再生した。今ですね今この収録のこの環境って、僕の目の前に iPhone が 1,2,3,4 台あって、 Android が2台あって、録音用の IC レコーダーが1台あって、ミキサーがあって、マイクがあってっていう環境なんで、そのうちの1個が iPhone、 そのうちの1個の iPhone が反応しました失礼しました。そう、こんな感じで反応するんで、ぜひ iPhone の人は Apple Podcast でかぐわ飯登録してみてください。はい、さてさて、今日の話題なんですけども、こんなニュースがありましたんで取り上げます。最近ね、あの YouTube ニュースまとめで、時間がなくなることが多いんで、こういった普通の曜日にも取り上げてみようかなと思います。PR タイムズより、ネットの主役は誰だ、10代2600人が選ぶベスト YouTuber2020 トップ10しめじランキングが発表と。はい、しめじというのは、日本語入力のアプリなんですよね。だからまあ要は入力したものを集計しやすい環境にあるんですよね。まあおそらくインストールするときにそういうのを同意してるはずなんで、問題ないと思うんですが、はい、そこが定期的に行ってるそうなんですが、もう2020なんですね。早いな、気が早いなもう年末か、年末か。集計期間が2020年8月14日から8月31日、で、10代男女2649有効回答数ということだそうですね。へー、うん。こういうね、アンケートは募集団をね、しっかりチェックしないと、何パーセントが買ってましたとか言ってもね、10人とかだったら全然むちゃくちゃ少数じゃないですかね。だからこういう募集団のね、精査は必要ですからね。まあでも10代男女、まあでも10代って言ってもね、12歳と19歳じゃ全然違うそうだけどね。うん、はい。でこれ僕今初めて見るんですけど、うわーうわーやっべえ、知らない、結構結構知らない。2位がフィッシャーズさん、3位がヒカキンさん、4位がはじめ社長さんは知ってます、知ってます。カジサックさんも分かります。ガードマンさんもかろうじて聞いたことあります。うん、あと分かんない、あと分かんないな、これこれ分かんないな。いやー、10代でもね、もう10代といったら多分テレビより YouTube の方を見ますよね。うん、じゃあちょっとこの後見てみましょうかね。うん、ちょっと見てみましょうか。
さて1位はですね、この人ですね。ちょっとリンクをタップしてみると、あ、で音が流れないでしたよ。なんか美少年キャラの2次元のイラストが出てきて、6人の美少年、スキスキ星人、ナユタン星人、マブシガリア、大宇宙ランデブー、はい、ストプリチャンネルというところが1位だそうです。チャンネル登録者数105万人。いやーすごいな。生放送や動画投稿サイトでの活動中の動画配信エンタメユニットです。すごい、インスタとかもある。はー、へー、本当にもうネットの中の活動されてる二次元キャラの皆さんですね。違ってたらごめんなさい。おツイッターも53万フォロワーだ、すごい。あ、すごい、もういろんなグッズがある。はあ、いやー、だからもうあれですよね、 YouTuber っていうその個人のなんかね、個人がこうブレイクするとかそういう話じゃないですよね、これで、ね、もうプロが完全にあのクリエイター束ねて仕掛けてるっていう、そういうプロジェクトですよね、これで、ね、すごいな、そういう時代ですね。で第5位48、これは、あ、これもなんか2次元のイラストだ。6人、毎日19時投稿、メインアカウントこたつアミカ太郎社長、エンエンのアリス、音羽ね、オン、あ、音羽ね、うん、あ、でもこっちは、あ、でも本当にこっちは、こっちはというか普通に人間の人ですね。失礼しました。失礼しました。単にヘッダー画像がイラストっていうだけでしたね。48、8人組、大阪。へえ、かっこいいな。すごい、今時の感じのユニットだ。すごいな。へえ、男女なんですね。なるほどね。これどっか事務所とか入ってんのかな。ポポロビル4階 S5。どっか事務所とか入ってんですかね。48で検索すればいいのかな。48。48。事務所。でもサジェストに事務所とか出てこないな。よ。AKB48 が出てきてしまう。検索的にはすごい絶妙なキーワードだ。48。すいません、今日なんかね、無言の時間が多すぎる配信になってしまいましたね。全く知らないチャンネルだったんで、もううーんとしか言えなくて。いや、完全におっさんですね、これ。はい。皆さんは知ってました？いや、知ってるよね。はい。いやー、これちょっとランキング、やっぱりまめにチェックしないとダメですね、これね。はい。これからちゃんとチェックするようにします。はい。あ、そうです。さっき音をね、ちっちゃくしたからね。はい、今日はなんかボロボロの配信でしたけども、はい、
いやー、でもランキング、でもね、それにつけてもヒカキンさんの強さよって感じですね。この人たちと完全にまたね、ガチンコだもんな。あとはカジサックさん、南さんっていうのは14歳の中学生 YouTuber、 女子中学生 YouTuber さんですね。カジサックさん、スマイリーさん、まるまるの主役は我々だ、ガードマンさんと。いやー、時代ですね。でもね、10代のこういう感性がまたね、広がっていくんでしょうね。まあ、だから本当ね、何が当たるかっていうのを考える時点でおこがましいんですが、まあ、本当ね、何が来るか分かんないですね。まあ、TikTok とかもありますし、そうそう、なんか TikTok つい、一昨日か昨日か突然フォロワーが増えてて、ちょっとびっくりしたんですけど、TikTok の方もまたまめに投稿しないといけないですね。最近ちょっと投稿お休みしちゃってたんでまずいなと思いつつ、また投稿しようと思います。はい。まあ、こんな感じでまたネタ、ニュースがあれば番組の、ラジオ番組の方で取り上げていきたいと思いますので、何か皆さんリクエストや、ご意見、ご要望、質問ありましたら、概要欄のレター、それからハッシュタグかがわ飯などでコメントください。待ってます。というわけで、今日も最後までご視聴ありがとうございました。止まない、雨はない。明日が皆さんにとって良い一日でありますように。そして明日も一緒に動画から未来を考えていこうぜ。今日はボロボロでした。ごめんなさい。おやすみなさい。